無能な妹でも金稼いでくれて嬉しいわ。あんたにもできることあるじゃない。見直したわよ。お母さんのために稼いでるんじゃないんだけど、いい加減私のお金を使うのやめてよ。何言ってんの？無能なあんたのことも育ててあげたんだから、その分感謝代を払ってもらわないといけないよ。来月からもっと使う予定だからよろしく。そんなの困るよ。稼いでも稼いでもたまらないんだけど。仕方ないでしょ。優秀なお姉ちゃんにはお金がかかるのよ。あんたはその分を稼がないといけないの。何にそんなにお金がかかるって言うのよ。さすがにおかしいでしょ。毎月何十万も引かれてさすがに嫌なんだけど。あんたに生存理由を与えてあげてるのよ。逆に感謝してほしいわよ。金が払えないならあんたに生存価値はないの。そこまで言わなくてもいいでしょ。私だって自立した人間だよ。お母さん基準で判断される必要ないよ。私はあんたの生みの親なのよ。あんたが金も稼げない人間に育ってたら産んだことを後悔したでしょうね。今はギリギリ産んでよかったと思ってるわ。そりゃ生きていくためのお金を稼いでるわけだし、感謝してもらわないと困るよ。あんた調子に乗るんじゃないよ。私があんたを産まなかったらこの世にいないの。稼ぐことだってできなかったんだからね。私に感謝して生きて当然なのよ。はいはい、そうだね。だからっていつまで搾取するつもり？もういい加減疲れたんだけど。あんたは一生私にお金を入れ続けるの。当然のことでしょ。私はあんたを産んで育てたんだから。でも一体何にこんなお金を使ってるのよ。お姉ちゃんのためって言っても驚愕すぎるし。優秀なお姉ちゃんは綺麗な格好をしないと。だから毎月服に美容にお金がかかるのよ。こんなの当然のことでしょ。まあブスのあんたには関係ないか。服に美容ですか。私のお金を使って優雅だね。でそれ以外には？それ以外？私たちの生活費を少し賄ってるくらいよ。別にあんたに関係ないでしょ。へえ、そうなんだ。まさか、あんたが仕事につけると思わなかったけどね。見るからに脳なしのアホ女だし。改めて思うけど、大学に入れなくて正解だったわ。大学は私も行かなくてよかったと思うよ。私の友達は4年行っても何も学んでなかったし、お金と時間の無駄だよね。あら、よくわかってるじゃない。でもお姉ちゃんは別なのよ。しっかりお勉強して、いい就職先を見つけるの。だから大学に行かせて当然だったわよね。ああ、はいはい。またその話になると思ったよ。お姉ちゃんはいつだって特別だからね。大学に行って当然だよね。そういうこと。あんたにかけるお金はないの。だから、金が必要ならあんたは自分で働くべきよ。そう言われて育ちましたからね。その通り、しっかり稼いで生きてるでしょ。まさかお母さんに搾取されるとは思わなかったけど。感謝の気持ちとしてお金を払うのは当然のことでしょ。そうだよね。わかってるよ。ミカちゃん、こんばんは。お久しぶりだけど、元気にしてるかしら？みちこおばちゃん、こんばんは。うん、元気にしてるよ。お久しぶりだね。どうしたの？ちょっとね。元気にしてるのか確認よ。就職したんだって？前にお母さんが喜んでたけど。うん、就職したよ。大学行かなかったけど勉強してなんとか。立派ね。ミカちゃん、本当に頑張ったと思うわ。その説はありがとうね。大学に行くための支援を申し出てくれるなんて嬉しかったよ。結局何も力にはなれなかったけどね。お母さんの話を聞いてちょっと納得できなくてね。私は出来損ないだからお金を払うだけ無駄って言ってたやつだよね。大丈夫だよ、慣れてるから。慣れてるところに問題があると思うんだけどね。弟に言っても何もしてくれないし、ここは私が助けたいって思ったのよ。でもミカちゃんは自分で何とかできたのね。うん、気持ちだけで嬉しいよ。だからありがとう。そう言ってもらえるとホッとするわ。最近はお母さんとうまくやっているの？なんだかおかしな行動はとってない？おかしな行動？まあいつも通り私の口座からお金を引き出してるよ。何に使ってるのか聞くと濁されるけど。やっぱりお金の出所がどこだか探ってたのよ。
ビンゴだったわ。やっぱりミカちゃんだったのね。え？どういうこと？お金の出所？ちょっと、おせっかいかもしれないんだけど、私はミカちゃんを助けたいから言うわね。実はこの前、私見ちゃったのよ。見ちゃった？何を？お母さん、ちょっといいかな。ちょうどよかった。今連絡しようと思ってたのよ。口座からお金が引き落とせなくなってるじゃない。どういうつもり？お金稼げなくなったとか言ったら許さないわよ。へえ、またお金が必要になったんだ。今度は何に使うの？お姉ちゃんのエステ代よ。今すぐお金が必要なの。さっさとどうにかしなさいよ。へえ、こんな夜中にエステ？さすがにどこも空いてないんじゃない？空いてるわよ。あんたには関係ないでしょ。余計なこと言ってないで、早く入金して。金はあるんでしょうね。あるけど嫌だよ。私はお母さんの ATM を卒業するの。はぁ？何言ってんのよ。私はもう搾取されるのが嫌だから、この口座にお金は入れません。アホなこと言うのもいい加減にしなさいよ。天才の姉と違って、お前は金稼ぐしかできないじゃない。搾取が悔しければ、母親の私を訴えてみればいいわ。私、弁護士だけど大丈夫？え？そんなの嘘よね。本当だよ。私は大学に行けなかったから、独学で弁護士になったの。誰も頼れる人がいなかったからね。自分で強く生きていくために弁護士になると決めたの。そうだったの？あら、すごいじゃない。思ってたよりもバカじゃなかったのね。まあ、そういうことだね。必死に勉強したからね。弁護士ならたんまりお金も持ってるわよね。ひとまずお母さん安心したわ。だったらすぐに振り込めるわね。だから聞いてた？私はもうお母さんの ATM は卒業するの。だからもうお金は搾取させないよ。何言ってんのよ。あんた、これ以上親不孝を続ける気？お姉ちゃんみたいに優秀でもないんだから、あんたにはお金を稼ぐくらいしかできないのよ。弁護士になったし、自分が優秀じゃないとは思わないよ。お母さんが私のことなんて呼ぼうと勝手だけど、もう私のこと利用しようと思わないで。何を言ってるの？あんた、お母さんやお姉ちゃんを見捨てる気かい？あたしたちの生活費を払えないって言うの？私のお金、生活費に使ってないよね。全部わかってるよ。え？何を言ってるの？もちろん生活費に使ってるわよ。あとはお姉ちゃんの美容代。そんなの真っ赤な嘘だよね。全部話は聞いてるよ。お姉ちゃんの美容代は、お姉ちゃんが自分で稼いでる。私のお金を使ってエステに行ったことはないんでしょ？何を言ってるのか、さっぱりわからないわね。あんたのお金はお姉ちゃんに使ってるわよ。みちこおばちゃんが全部聞き出してくれたよ。お姉ちゃん、めちゃくちゃ驚いてるみたいだけど。あら、そうなの？お姉ちゃんも恥ずかしくて嘘ついちゃったのよ。自分で稼いでるなんて嘘に決まってるでしょ。お姉ちゃん、今みちこおばちゃんと話してるけど、社員証も持ってるみたいだし、嘘のようには聞こえないな。え？今お姉ちゃんと一緒にいるのかい？みちこお姉さんも？うん、そうだよ。全部話したらお姉ちゃんすごく驚いてる。生活費だってお父さんが出してるらしいじゃん。私からお金が入ってることすら知らなかったみたいね。それは別に言う必要はないからでしょ。お金はお金なんだから。出所があんたであろうと何であろうとお姉ちゃんには関係ないし。じゃあ私から入ったお金はどこに消えていったの？お姉ちゃんの美容代でもなければ、家族の生活費にもなってなかったみたいだけど。それは、別に、どこでもいいでしょ？お母さんも少し使ってるわよ。ちょっと趣味ができたからね。ちょっと、趣味？ホストが趣味なの？ずいぶんお金のかかる趣味を見つけちゃったんだね。え？何よそれ？そんなひどい言いがかりはよしてよ！言いがかりじゃないよね。こっちには証拠もあるから。もう言い逃れできないよ。証拠？どういうことよ。お母さんがホストに入るところ、しっかり探偵が写真と動画に収めてくれたよ。え？嘘でしょ。だから、しっかり訴えさせてもらうね。しかるべき場所で会おうね。ちょっと待ってよ。それは何かの間違いでしょ。そもそも探偵ってどうしてよ。なんでそんなことしたのよ。みちこおばちゃんが見ちゃったんだよ。お母さんがホストに入っていくとこ。ちょうど私が就職したって話してた頃だったから、何かがおかしいと思って探偵を雇ってくれたの。何よそれ。そんな理由で？
仕事もしてないお母さんがお父さんの生活費でホストに行けると思えないし。ってことで、おばちゃんが心配して連絡くれて、しっかり証拠も見せてくれたってわけ。なんてことしてんのよ。みちこおばちゃんもお姉ちゃんもブチギレてるから、覚悟しててね。なんでよ。これは私とあんたの問題でしょ。他の人たちは関係ないじゃない。関係あるのよね。だって、ホストとお母さん何したの？え？しっかり不貞行為に及んでるよね。それも探偵から証拠を収集済みだから、今さら言い訳しても遅いよ。それ、本気なの？当たり前じゃん。ここまで次々と事実が出てくるとは思わなかったよ。ほんと、私のお金で好き勝手やってくれたね。最近、ちょっと暇だったのよ。だから暇つぶしで行っちゃったの。別にいいでしょ。だったら真面目に働けよ。お金が好きなんだしさ、自分で稼げばよかったでしょ。働くなんて嫌よ。私には合わないの。へえ、そうなんだ。なら残念だね。これからは自分で生活費稼ぐことになるよ。え？どういうこと？お父さんにも全部伝えたから。ブチ切れちゃって離婚するってさ。いえ、嘘でしょ？まさかお父さんまだそこにいるの？ちょっと待って、謝るから話し合いましょう。お母さんが遊びに出かける日を見計らって会いに来た。まあ、みんな揃ってしっかり話は聞いてあげるから、言い訳用意して帰ってきなよ。ああ、お父さんから慰謝料も請求されるから、覚悟しな。その後、焦って帰宅したルリ子さん、待ち受けていた家族全員にブチギレられ、家を追い出されたそうです。旦那さんには離婚されて、家も追い出され、しっかり慰謝料も請求されたんだとか。ミカさんは晴れて家族の元に戻り、邪魔者なしで平和な生活を取り戻したそうですよ。姉妹の姉だけを溺愛し、妹を ATM 扱いして見下し続けたルリ子さん。家族全員に見捨てられてしまいましたが、当然の結果ですよね。